ヘンリエッテ・マリー・フォンデア・プファルツは、ドイツのプファルツ・ジンメルン家の公女で、ハンガリー貴族のラーコーチ・ジグモンド伯爵の妻。プファルツ選帝公、フリードリヒ5世とその妻で、イングランド王、スコットランド王ジェームズ1世の娘である、エリザベス・スチュアートの間の、第9子、三女として、両親の亡命先であるデンハーグに生まれた。多岐にわたる才能を持った公女で、 ライデンで教育を受けた後に、母の住むデンハーグに戻った。やがて、クロスセン・アンデア・オーダーに住む、おばのブランデンブルク選定候夫人、エリーザベト・シャルロッテの宮廷に引き取られた。ヘンリエッテは1651年、トランシルバニア公ラーコーチ・ジェルジ一世の次男、ラーコーチ・ジュグモンド伯爵との結婚をおばに命じられた。ラーコーチ家は、ムンカーチを本拠とする裕福な貴族家門だったが、 由緒ある王皇の家柄とは言えない成り上がり者だった。ヘンリエッテは、この結婚を嫌がって激しく抵抗した。彼女はこの諸皇家門同士の縁組として本当に、意味があるか疑わしい結婚から自分を救って、もらおうと、兄弟たちに救援を求めた。ヘンリエッテは鬱病になり、常に泣いてばかりいるようになった。しかし結局、叔母の剪定後夫人が、同盟関係の確立の必要性や、 結婚後の安泰な暮らしについて言い聞かせ、結婚に同意させた。トランシルバニア公の後継ぎ息子と結婚すれば、50人の、定身と200人の召使いに世話される身分となり、すべての食事を銀食器で食べることができ、そして、ルター派の諸公であるトランシルバニア公家は、最良の同盟相手だ、というのが口説き文句だった。ヘンリエッテは、クロス編から、シュレージエン、ポーランド、 ハンガリーを経由してトランシルバニアに到着し、1651年4月4日にシャーロッシュパタクにおいてジグモンドと結婚したが、最初の出産に際して休止した。25歳だった。意外はトランシルバニア公国の首都ジュラフェヘールバールの戦とミハーイ教会に安置された。ありがとうございます。